川でパラダイス。皆さんこんばんは。パーソナリティのにょの大江智美です。この番組は東京押上にあるここワロッポ放送局から生放送でお届けしております。放送は毎週木曜日魔法の時間18時半ということで、マジックアワーの素敵なひとときをともみと一緒にお過ごしください。なんか思ったんですけど、最近もう暑いじゃないですか。だからなんか冬が明けたっていうか、日足がね伸びてきましたよね。だから今の18時半がなんか本当にちょうどいいマジックアワーになってくるなって、なんかそんな風に最近は感じております。はい、ということでね、この番組は温かさや癒しをテーマに、友がひたすら一人で語っちゃうトーク番組です。友が毎週さまざまな企画に挑戦したり、皆さんからのお便りをもとにお悩み相談をしたりと、とにかく素敵な時間をお届けいたします。さて本日は5月の5日子どもの日ですね。放送は第126回目でございます。ああ噛んじゃうね、そんな日もあるね、いつもだけど。はい、ということで、そう子供の日って、私鯉のぼりがすっごい憧れてたんですよね。ね、吊るしちゃって子供の時ね、なんであんな鯉が泳いでるんだろう、私も欲しい、買ってって言ってたけど、なんかあとたこ揚げとかもね、なんか空に浮くもの全般すごい憧れてたんです。でもいつも買ってもらえなくていじけてた、なんか思い出を思い出す。でもたこ揚げとかも揚げるの難しいんですよね。あれなんかひらひらね、こうやってあれ上がっていかないなみたいな、懐かしいなちょっと思い出しちゃいましたね。はい、そして友のマジックアワーでパラダイスでは番組へのお便りを大募集しております。番組の感想や私への質問、何でも構いません。宛先はメールアットマークワロップドットシーオードットジェーピーでお待ちしております。ツイッターでのハッシュタグ友のマジパラでも、投稿も募集しております。お待ちしております。ではでは一旦 CM です。友のマジカワでパラダイス、はい、始まりました。文章飛ばした。はい、ということでお便りが届いておりますので早速紹介しちゃいましょう。受けるもダメだわ、もう今日も完全にダメ。はい、友のマジカワでパラダイス音中ふつおた係、ワロップネームイゲダルビッシュさん、大江さん、バンちゃんさん、こんばんは。こんばんは。バンちゃんさん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。先日実家に帰った時、兄に彼女を紹介されたんですが、相手は15歳下。ちなみに兄は38歳で、彼女さんは23歳。年上、年下、いくつまで男性として見ることができますか？たまには大江さんの恋愛感も聞きたいです。舞台でラブシーンなどあるときは妄想か経験からそういう感情を引っ張ってくるとか、聞くとちょっと怖いような気になるような笑。はい、バンちゃんさん、今日はちょっと恋愛のことが聞かれましたよ。あらまあ。ちなみに恋愛対象は何歳ぐらいまでとかありますか？振り幅気にするタイプですか？年上だとでもやっぱり10個ぐらいですかね。あ、でも結構いますよね。私の友達もなんか10個上とか、なんかいたな、なんか私の小学校の同級生、幼馴染とかもそんぐらいの彼と。あ、そうなんだ、多いですね。そう、なんか多いですよね。私もなんかあんまり年はなんか気にしないタイプなんですよね。あ、そうなんだ。そう、なんか好きになった人が好きみたいな。まあそうですよね。ですけど、ね、でもなんか年下、15歳下とかさ、なんか私15歳下気にしないとは言ってもね、今26だから年下の方で考えたらね、確かにちょっと気にしますよね。だって26で14歳、でしょ、はい、だからまだそういう感じではないですよね。そうですね。ちなみに恋したらどんな感じですかね、バンちゃんさん。恋したら、はい、結構でも夢中になっちゃうタイプかもしれないですね。あ、いいですね。
なんかいろいろ想像したり、それだけで楽しくなっちゃうみたいな、そのどんな人なんだろうみたいな、ね、うん、なんかありますよね。モーニング娘さんの曲でお昼ご飯も何食べてんのかなみたいな、あったあったあった、ハッピーサマーウェディング、あった、懐かしい。そう、ああいうセリフとかすっごい好きだった。懐かしい懐かしいね、あれいいですよね、ワクワクしてきちゃって。へえ、どんな人がタイプだったりします？タイプですか？タイプです。でもやっぱ頼りがいのある方がいいですよね。やっぱり男らしい人っていう、大事ですよね、大事。確かに私もそんな感じですね。バンチャーさん自体は仕事人間派ですか、はい、それとも恋愛人間派ですか？あー、これは仕事人間派かな。あ、そういう雰囲気ありますよね。私どっちだろうな、仕事人間なのかな、やっぱり一回とかやってるしね。そうですよね、やっぱそうですよね、なんか集中しちゃうんですよね、なんかな、そうだよな。あ、そういえば本番近いや。なんかそんな感じでした。あとなんかとりあえず、なんかとりあえずラブシーンしたことないんですよ私。あ、そうなんだ。そう、でもこの人のこと好きとかそういう芝居はなんかしたことある。で、どういう風に経験引っ張ってくるとかなんか書いてあるけど、どっちもあります。妄想、その人を想像してなんか演技するのと、昔好きだったなんか男の子とかを想像してなんかあの引っ張って、感情を引っ張ってなんか演じてた頃もあったなとか、なんか、懐かしいな。中学校の時にすごい好きな子がいたんですよ。ね、3年ぐらい好きだったのかな。あ、長いですね。そうそう、好きでお手紙渡してバレンタインもあげに行って、でもホワイトで帰ってこなくて、で卒業式にお手紙渡して第二ボタンは一応もらって、でもあれ脈ありなのか脈なしなのか全然分かんなくて、どうなんですかってメールで聞いたら、ごめんねって言われて、もうね、私ねこたつの中で泣きましたよ。こたつかい、こたつに入ってない、もうこたつかいって。そう、未だに覚えてるの。そう、結構失恋するんですよ私。そんな切ない。懐かしいな。そうそうそう、そうだったんですね。そうなんですよ、なんかね懐かしくて笑っちゃったもん。あ、ね、次行ってみましょうかね。はい、友のマジパラ不登田係、ワロップネームさだばさいさん、ともっちこんばんは。こんばんは。今日5月5日は子供の日ですね。その他にもいっぱい記念日がありますよ。わかめの日とか。ちなみにともちは味噌汁の具は何が好き？私はわかめと、油揚げが入ってたり、カニ味噌もカニ汁も好きです。はい、最近髪の毛にわかめはあまり効果がないと聞き、ちょっとショックだった今日この頃です。わら、ではまた。あ、私もね髪の毛すっごい猫っ毛なんですよ。だからあの腰が欲しくてめっちゃ食べてたけど、あの全然な、傷んでるっていう。だからトリートメント言っちゃいましたもん。猫毛なんですね。そうなんです。特にね、毛先がツヤツヤに見えますけどね。あ、ほんと、あの、そう、まだこっちはね2回しか染めてないからマシなんですけど、やっぱりここ何回も染まってる部分が、毛先はね。そう、ここ紫にしたいんですよね。あ、かわいいね。わかめ食べたらさ、紫にしても痛まないかな。わかめいろいろ思いますけど。ちなみに私はあの松屋の豚汁が好きなんですよ。あ、美味しいですよね。美味しくないですかあれ。だからね、たまに朝お腹空いて起きる時があるんです、で無性に食べたくなった時に一人で松屋に行って、ポテサラと豚汁の、あの単品で2つ食べて帰って、あの寝る時があります。そう、行くんですね。行きますよ私、松屋とか平気で入れますよ。一人で。本当に、もうイメージとか壊れて全然いいんで。私そういうのいらないんで。結構男っぽいのかもしれないですね。いやー、なかなか、でも結構勇気いりませんか、入るの。え、なんで、わかんない。え、結構意外と平気。なんか、まあ、朝方ですよね、朝方。なんか仕事に行く通勤前のおじさんたちとかいっぱいいるじゃないですか。いるいるね。そう、しかも起きてから行くんで。お腹空いた。すごい、なんか健康的っちゃ健康的ですけど。そう、しかも安いじゃないですか、ポテサラとか。150円ですよ。安っ。そう、しかもタレかけ放題の塩コショウかけ放題ですよ。あ、それいいですね。そう、あのね、ポテサラにね塩コショウかけたらめっちゃ美味しいんですよ。美味しそう、めっちゃ食べたい。そう、食べてください。しかも豚汁もね絶妙に美味しいんだよね。豚汁は美味しいですね。そう、あのね、豚のあの脂具合がね何とも言えない。
やっぱりね、私はグルメを話してる時が一番幸せ自分で話してて思います、はい、とりあえずちょっとリプ見てみましょうかね、はい、メガちゃんさん、画像が疲れ切ってるよ、あれ何、今日はボロボロだね、舞台で頭がいっぱいかな、よくわかってますね。そうなんですよ、私来週舞台があるんですよ、ばんちゃんさん。あらまあ、はい、後ろにも飾ってあるんですけどね、こちらのポスター、はい、でね、来週はあのお休みで再放送って思うじゃないですか今日だけど今日さっき来週の分も収録したんですよね、はい、あのとある方とですね、野上正弘さん、はい、相方の方とちょっとね一緒にあの宣伝させていただきましたので、来週もあの新しい感じの放送が見れます、はい、ということで今日見学なさってますそこで、で笑っていいのとか言ったけど、なんか遠慮して笑ってくんないですよはい、てかちょっと聞こえてきた、はい、って感じです。まあ2人で収録したんで、ぜひぜひ来週も見てください。はい、こんばんは、いつも空回りですさん、恋愛話ついでに理想のプロポーズはありますか。うわー、でも理想ありますか、バンチャーさんは。理想、うん、理想って言われると難しいですよね。難しいですよね、でもね、うん、意外と私もう結婚してくれって真剣に言われたらもう嬉しい、うん、なんか素直に言われればね、うん、何でも嬉しいですよ ね、なんか気持ちですよね、うん、あ、まあロマンチックなあの人も素敵だと思います、うんうん、なんかいいですね、なんか盛り上がっちゃったえ、なに、松屋に一人で行かないとイメージ特にないようだって。あ、ないんかーい、ないんかい。やっぱりね、女子っぽくないんだな私、バレてる。ちなみに私が普通に渋谷のセンター街の松屋にも吉野家にもどこでも入れますから、私。あ、いやすごいですね、渋谷の松屋にも行ってますからね、何回も。おー、はい、そんな感じで、はい、松屋トークで盛り上がっちゃいました。あ、ブラウンハンバーグソースも美味しいんで食べてみてください。ではでは、一旦 CM です。さて、東京仕上げにあるワロップ放送局より、私大江智美が生放送でお送りしております、友のマジックアワーでパラダイス。はい、ということで次のコーナーいきますよ。友の趣味や関心のあるお話を繰り広げるまったりコーナー、その名も友カフェ。はい、ということで友カフェへようこそ、店長の大江智美です。ここでは素敵なコーヒーショップに来た気持ちで皆さんまったりしてってください。ということで、まあ今日は本当にコーヒーにしました。はい、じゃん、あのね、なんかカッとか言って、これですね、自販機がありまして、あ、これ飲みたいなと思ってポチって押した瞬間ね、売り切れになったっていう、私が最後の一缶をね飲んじゃいますね。あの、ごめんなさい、独占しちゃった独占でね、美味しいんですよ、いただきます。あ、すっごい喉乾いてたから嬉しい、うん、あ、美味しい、これ普通に売り切れる理由が分かったなんかね、マイルドですね。なんかブラック飲めないっていう人もいるかもしれないけど、これだったらちょっと飲みやすいかも、マイルドなんですよなんだこの宣伝、めっちゃ宣伝してる、いつも以上に今日ね、もうね、テンションがおかしいですねそう、この後稽古なんですね、実は。で、最近ちょっと、あ、そう、いろいろとりあえず話そう話そうということで、はい、ということで今回5月5日なんですよ。あの、せっかくなんで子供の時の話をばんちゃんさんとしたいな。あー、子供の日ですもんね。はい、ばんちゃんさん、ちなみにどんなお子さんだったんですか。私ですか。はい、私はなんだろう、結構室内で遊んでる子でした。外で行くよりも、うん、私も外行ってたりもしたけど室内の方が好きだった、うんうん、なんかチャリンコ30分ぐらい漕いでどっか探検しようとか苦手だったまあ確かに、そう、なんか外でブランコとか友達と遊ぶよりかは部屋で絵描いて遊んでる方が多かったかな。
見てみたいや そんなもう子供の時のあれなんで全然あれですけど。今も絵描くの好きなんですか？ま、うん、まあ嫌いじゃないですね。そうなんですか、うん、ちょっといつか見せてくださいじゃあともちゃんの絵を描きます。 ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。似顔絵とかめっちゃ嬉しいな。私はあでも公園とかは好きで、ブランコ2人乗りしましたね。2人乗りのやつ。あ懐かしいな。でも子供って勇気あるじゃないですか、だからこうやって乗ってる最中ボーンって飛び降りるんですよね今だったら絶対できないっていうのを子供ってやりますよね。ちなみに私はあの秘密基地とか作るの好きでした。ダンボールとかね。あ好きだった。やったって感じ。あとね木登りもした。お木登りが好きで、というかロッククライミングがすごいやりたかったんだけど、あの親とか連れててくれなかったから木登りしたり、あと屋根をねこうやって歩いたり、自分家の屋根とか。あで時たまあの人ん家からなんかあの何自分の近所の家の間のコンクリートをどこまで行けるかゲームとか、なんか野良猫みたいですね。そうみたいなことを本当にしてて、本当にしてくぐったりとかそういうなんて言うんだろう、アウトレットっていうの、ああいうのなんて言うんだっけ、サバイバルゲームじゃなくてなんかジャングルなんか探検隊みたいな、なんだっけ、アスレチック、アスレチックみたいな。アウトレットって安いやつですよね。安いやつじゃないアスレチック、すごいなんか笑い声聞こえてそうアスレチックが好きだった。わかります、わかる。だからね、なぜかね、私あのちっちゃい頃は走るのがすっごい苦手だったのに、もう10秒台だったわけですよ、50m。なのに障害物競争だけは1位とか2位でしたすごいなんでだろう、アスレチックに鍛えられたんですねそう本当に弱いのに。あとはちっちゃい頃私の友達が、私のママ魔法使いなのって言っててね、でこの草を食べれば魔法使いになれるのよと、魔法が使えるから食べてみてっつって、めっちゃ草を一生懸命食べてましたそれ騙されてますよね。でも どうだったんだろう。あとねコックリさん、その子を、うん、私コックリさんやるの好きなのとか言って、でその子がやるときだけめっちゃ5円玉動かすんですこれほんとやばいよどうしようっつって、コックリさんが帰ってくんないから風船になんかさ5円玉、その5円玉をさなんかこうやってぶら下げてコックリさん遊ばせたことあるなと思って。ほら5円玉が書いてくんないから、あの風船でこうやってなんか浮かせて遊ばせてみたりしたら、あの機嫌よくなって書いてくれんじゃないかって思って。書いてくれたんですか？結局書いてくれたけどいろいろ懐かしい風船でよかったんだねえ、なんか懐かしいな思い出してきちゃっていろいろ。ハムスターとかさ、なんかめっちゃいっぱい飼ってる友達がいて、あげるよとか言ってくれたけど、ハムスターね、ダメって言われて飼えなかったな。ハムスターでも飼うの流行ってましたよね。流行ってましたよね、うん、友達持ってた。最初2匹ぐらいしか飼ってないのに、いつの間にか30匹以上飼ってて、みたいなすごい。そう、カゴがね、めっちゃありすぎ、めっちゃびっくりしましたよ。ね、小学校の時、自分の誕生日会のなんかご飯とかが美味しかったんですよ、その時がきっかけで、次の日からすっごい食べるようになっちゃって、なんかすっごいぽっちゃりになっちゃったんですよね、小学校の時いつの間にか。でも、小学校入るまで痩せてたんですよ。なんか人ってわからないもんですね、急に食べ方とかね。子供はね、いっぱい食べますから変わるもんですよね。いつも空回りです。来週は録画になるからお便りともお休みってところだね。舞台頑張れ。まさひろさんの顔見て笑っちゃダメですよ、笑ったって。ああそうですね、ああ指さされる。はい、あのですね、昨日もね、ちょっと昨日も笑っちゃいけない、笑っちゃうもうね、あとでその動画見るとあれなんですよ、笑っちゃったんでちょっと、まあ、気をつけます。はい、いつも空回りさん、その缶コーヒーのメーカー名なんですか？あ、これなんだっけ、私さ教えてもらったのにまた忘れちゃった。なんだっけ、土井堂だっけ、なんだっけ。大堂ですね。あーまた同じこと言ってる私さ、なるみさんやってくれた時あったでしょ、ここありましたよね。その時に大堂ですよって何回も何回も教えてもらってたのにまた同じ読み方してる。そう、土井堂です。大堂です、ね、やばい大堂ですよ。マジで本当にもう何回やってもダメだな。そう、大道らしいですね。あのぜひ飲んでみてください。大道さんって大道さんの自販機から確か出てますよね。そうですね、そうですよね、大道さんっていうメーカーですもんね、これ。はいそうだよね大道っていうコーヒーの名前じゃなくて大道さんっていう、まあ、しかもカタカナで大道ブレンドって書いてあ書いてありました
書いてあったもん。もうね、なんかあーもうなんかね、とりあえずアドレナリンが出てるんですね。お疲れなんですね。わかんないけど、ただ今やりたいこと、一番やりたいことがあったら、あの睡眠かな。そう、寝てない、一番寝たいと。そう、なんかね、今だったらどこでも寝れる。あー、相当お疲れですね。でも逆にその寝てないおかげで、あの今テンションがこんだけ高いと私は感謝してます、この状況に。すごい、だからちょっとやりきりたいですね。ナチュラルハイですね。ナチュラルハイえ、なんかでもね、そうナチュラルハイすぎてね、最近ね、うん、稽古終わりに一人カラオケ行ったんですよ。え、次の日朝早いと。すごい体力ある。そう、次の日ほんと早かったのに、3時に行って4時ぐらいまで歌って、一人でウルトラソウル歌って動画を友達にね配信してました。めっちゃ楽しそう。そうで、あまりも心境が私だったから、あの多分同じ気持ちだろうなって思って、まさひろさんにもその動画をあのプレゼントしまして。いや、それはリピートするしかないですね。そう、そう、ずっとウルトラソファイトみたいな動画をずっと。超楽しそうです。そう、もうね、マジもう、うん、こうくらいやりきらないとね。はい、だからちょっと頑張りたいと思いますね。だから、あ、最近の私服の時とかってあります？私服の時、うん、なんだろう。私はね、最近あの稽古場近くにたこ焼き屋さんがあったんですよ、うんうんうん、で、焼きそばがなんか写真だと太かったんです、はいはい、でも実際見てるわけじゃないから、すいません、焼きそばって太いですかって聞いたら、いや普通ですねって言うんですよ。いや普通じゃわかんないと。普通じゃわかんない。え、いつものなんか市販で売ってるような細い感じかなとか想像しちゃうじゃないですか、うん、でも写真の通りを信じて買ったらそのままだったから、それがすごい私服の時でしたね。麺の太さが希望通りだったから。そう、麺の太いね、焼きそばって私すっごい魅力的だと思うんですよね。いや、だからね、あれにね、もうめっちゃこってりにして、マヨネーズとかめっちゃね、あ、絡みますね。あ、食べた時がすっごい。あとね、チーズと卵をねトッピングしてね、わざわざ800円ぐらいにして豪華な焼きそばを食べた時が本当に私服の時です。はい、あっという間。ではでは、次はエンディングです。パンちゃんさん、ありがとうございました。さあ、今週も大江智美がお送りしてまいりました、トモのマジックアワーでパラダイス。寂しいですけどエンディングです。あっという間ですね。一人だったけど、なんか久しぶりに緊張しましたね。でも、あの、ありがとうございました。楽しかったです。はい、さて、ここで番組からのお知らせです。この番組、友のマジックアワーでパラダイスでは、番組へのお便りを大募集しております。番組の感想や私への質問、やってほしい斬新なコーナーなど何でも構いません。宛先はmail@wallop.co.jp mail@wallop.co.jp でお待ちしております。あとですね、ツイッターでのハッシュタグ、友のマジパラ、あとリプでも募集しておりますので、どしどしください。あとブログとツイッターで随時あのお知らせ更新しておりますので、要チェックしてください。あとですね、来週ですね、もう、あー、来週本もやだ、来週本かな、もう私無理だよ、もう頑張ってください。頑張ります。もう、5月12と13、16に私は出るんで、あのぜひ皆さんお時間あったら来てください。で、来週の回、お休みしません。ちゃんとあの先ほど今笑ってる人と一緒に撮ってきたので、あのぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。あ、今日も楽しかったな。あ、変態仮面さん、ともみさん、こんばんは。こんばんは。あ、この間下北 FM?もしかしてあのコメントくれたのかな、ありがとうございます。ポテサラに塩コショウ合いますよね。ですよね、私たまんなくあのね組み合わせ最高だと思う。でも最近ポテサラが好きすぎて、あのね、コンビニに売ってるなんか真空パックされたあのポテサラ、安いやつ100円ぐらいの、あれが好きなんですよね。結構コンビニの美味しいんですよ。さっきもね、セブンイレブンのね明太ポテサラめっちゃ美味しかったんで、サラダ一緒に買ってみたら、サラダと一緒にぜひぜひ食べてみてください。はい、そんな感じかな。あー楽しかったな、あっという間だった。とりあえずね、やっと最近はお菓子やっとちょっとやめ始めれてきたんで、あの
ちょっとこの稽古期間で3キロ太ったけど頑張ってあと1キロ落ちれば元通りなんで、よし来週までに痩せるぞ。はい、最後の意気込みでした。それではせーの、パープルパープルダイエット、じゃあねー。